はい、どうも、たくみのゲーム実況チャンネルへようこそということで、こちらプロスピエースやっていきたいと思います。ということで、今ね、山田キャプテンにしてるから、まあこれが出るんですけど、オーダーに入れてる山田もこっちにいてね、山田が2人いるっていう状況ね、すごい豪華でございます。はい、ということで、今回はこちらゴールド契約書と S ランク確率 30% 契約書、10枚貯まったので、まあ、10枚ずつ前回からやるって言ったので引いてみたいと思います。はい、行きましょう。まあこれね、前回ね、山田出たんで、まあこれ S ランク出てくれたら嬉しいかなぐらい、あの S ランク確率 30% の方で1枚だけでもいいんでね、出てくれたら嬉しいかなぐらいな感じで契約にやっていこうかなと思います。まあゴールド契約書は A ランク出てくれれば嬉しいかな。でコメントでもいただいたんですけど、何も演出がなくて、なんかいきなりその S ランク出たっていうコメントもいただいたので、まあこう言ってね、飛ばした時にいきなり S ランクが出てくるっていう可能性もあると。まあ契約書は普通に飛ばそうかな。スキップでいきますね。1段階目だけ見ようかな。じゃあここの最初の画面だけ、はい、飛ばします。はい、確率 30% が一番ね、やっぱ期待できるんでね、結構当たってるから僕で、ね、S ランク確率 30%。 はい、0 0って何もない。あと4枚、早いね、10枚はやっぱり、まあ、動画の時間も短くなるしね、まあこっちの方が見やすいかなとは思いますけどね。はいはいはい、ということで残り3枚になっちゃいましたね。早い、いきましょう。はい、いや A ランクぐらい出てほしいな。ちょっと最近運良かったからちょっと厳しいのかもしんないけど、はい、はーい、出ないね。じゃあもうここでお願いしますと、エースが欲しい、ピッチャーでエース、先発エースが欲しい。うわ、これ来ねえわ、これ何も演出ない。あ、でもこれはある、演出ない時でも出る可能性はある。ああ、はい、ということで今回はちょっと渋かったね。はい、何も出ませんでした。まあちょっとね、まあある程度選手は揃ってきてるんで、まあそんなに、うん、まあまた次回出ればいいかなぐらいな感じですね。うん、またこのプロスピセレクションもね、第1弾だったと思うのでね、第2弾もね、来たらね、30連 S ランク来るのか分かんないですけども、引こうかなと思ってますのでね、まあそちらの方でまた先発とか強化できたらいいなと思っております。ということで、この動画がいいと思った方は高評価よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter もやってますので、そちらの方のフォローもよろしくお願いします。ということで、以上たくみでした。じゃあね。